するかなさ、肌がなさがなさ、年かさびかさびちむぬかなさ、ちむがなさらや、海かなさらや。はい、最後すよダンディンネミソーランナ、シマクトゥバエンターテイメント、6月7日火曜日午後4時、チムガナサシマクトゥバニュースの時間、ナトイビン。パーソナリティやワンネキシモトタルガーニーと中村のよっちゃんばあちゃんしおくいさびん、そして昼夜特別ゲストの、はい、ほかまちおこやいびん、はい、昼夜みっちゃいし番組うとときさなやんでチュームトイビーことぐすうよゆたさるぐとうにげえさびら、はい、よろしくお願いいたします。はい、それではスポンサーさんのご紹介をいたします。この番組は au ショップ、ネーブル嘉手納店、茶谷美浜店、株式会社メガネトゥーアンハエバル店、医療法人非正会デイサービスセンターもろみの里赤ず委員、笑いの絶えない人生をあなたに、ヘントナ歯科医院、美ら海の未来とともに株式会社池原エンジニア、桑江皮膚科医院、有料老人ホーム宅堂所なごみの家、有限会社マルチ重機、サロンドモア美容室、崎原土建株式会社、学童教室太陽の子の提供、 FM ギノワン北谷町文化協会シマクトゥバ部青年部、沖縄ハンズオン NPO の協力し、うつづきさびん、シマクトゥバエンターテイメントし、うちなのうと語り伝承し、知る番組やいびん、シマクトゥバ毎週かなさするちゅんちゃんのゲストトークコーナー、ニュースのコーナー、島言葉紙芝居のコーナーなどなど、おふうくの内容しうくいさびん、またインターネットちちみせる方、またうちなびけいやアイビラン、かま外国音階面せる、うちなかなさしみせるぐすうよ音階、この番組海かきいることないびん、またちちうたびみせることないびくと、ぜひこの番組かなさし父うたびみそり逃げさびら、はい、よっちゃんばちゃん、はい、ニフェーデビル、はい、よっちゃんばちゃん、はい、ジャーガンジューやイビーが野菜、ジャーガンジューだよ。はい、そして今日も特別ゲストにお越しいただきました、うん、他町千代新氏、はい、ジャーガンジューやイビーが野菜、ジャーガンジューやイビンド、ジャーガンジューやイビン、はい、中は一平あちさイビン野菜、イビンド野菜、はい、朝、うん、雲に停止しし、はい、中の天気のやのやとがんで朝うんといびたんど、はい、雨の冬がやまた、ま、ね、やいびや木の膜、うん、膜降るしよう、うん、で雨ごわん上がり方はひごわ雨ふといびんど、はい、うん、あもう地位臨海 なといびしが雨降ったりも晴れたりですね、今日のやびが地位臨海としが雨少ない、うん、いやつくと、はい、雨いきらさるはじえさや、運動いっぺいきらさんね、そうびんや、うん、中の天気またこんなにいい天気な通りしえや、はい、うん、景色が綺麗ですね、はい、とっても眺めがよくてね、ここ、うん、いやんべえ運動、うん、ちら山ねえら海びけじれる特にこれチューブやよ、綺麗綺麗、海が見る、海が見えるとね、はい、やっぱり心も和んで、いやんべえごやびさ、うん、やびや、うん、またあの旧暦を通って昼夜の軍がち3日なといびくと、あちゃや軍がち4日の日んかいなといびんどうさん、ハーリー、はい、ハーリー昔あちゃやいびたがや、あの海のあるところの漁師のいるところもある軍がち4日なにぎやかてハーリー50人やねん、また応援もすごくにぎやかだったの、はい、応援すごい、うん、またこれオファーそってすごい、あの人やんちゃんサバにむっちゃってことで、うん、サバに交代しんじゃするばって、うん、それまた1ヶ月2ヶ月ぐらい前からよ、
サバにすぐらちてペンキぬて、うん、ガラゴチキて一緒なしもんがあ2ヶ月ぐらい前からもこのサバにを、うん、色柄をつけたりして、うん、みんな楽しみにされていたんですか。終わってからによ、うん、サバねよモルサの空中こと痛むるばって傷でつくつくとよ、はい、うん、また売るよ立派なワの血たじらち塗ったりや豚の血を塗ったり、うんうんうん、この後からまたサバよ、うん、サメサメの、はい、サメの肝臓油汁とこの油また全部塗る、うん、あこれで痛むのを防ぐために、うん、痛むのまた防ぐ傷直したりして、うん、昔中の人文やいびんやあそこでや、うん、自分の身の目の周りが愛されて、うん、ちゃんとサバにを、うんうん、手入れし あそこと何十年のぬいるまで、うんうん、これでまた長持ちしてたわけなんですね、うんうんうん、昔のうちもえらいやいびんや、うん、何くるどうの身の周りはどうくる、うん、こう覚悟してね、うん、いろんなまたそういう自然のものでものを大事にして、うん、こういつまでも大事に使えるというねるんいうわけと見せくてやった万人をね、うん、サバの血やびん、うん、サメの血そうったの、うんうん、はい、初耳やびっさ、うん、はい、今は化粧品にも力とちゃ、うんうん、サメの油よ、あ、はい、油ね、うん、上等だってサメも動物やしや、うん、人間の動物やし、はい、あそこって草とかほら草花の化粧品自動車がて、うん、サメの油の方がいいんだ、あ、うん、はい、人間も同じ動物だから、はい、うん、はい、肌にいいわけなんですね。あと先ほど打ち合わせの時に他町陽心氏からお話し合いびたしがお風呂入る時にですね、うん、はい、フーチバチカタンドンでるお話し合いびたしが、うん、あ、私はですね、うん、やっぱり田舎んかを指いていくと、ね、自分の子供が小さい頃、うん、2、3歳上の子が5歳ぐらい、うん、だからもお風呂浴びせる時にはタレンか4分、はい、うん、フーチバフーチバチでちゃなかい、うん、家田も一緒に、うん、ファン敷いて、フニン敷いて、こうお湯を引っ掛けるわけ、はい、沸騰したお湯を引っ掛けて、うん、そしてこれをまたお水足してムンクルさんの中へそこで浴びせたの、みんな、3人とも、はい、たまたま束ねてさ、こうやって体よ、うんうんうん、体でさすってさ、はい、先日言うんじゅたんよ、うん、私がさ、ちょっとは言うさ、足分じいていくとね、うん、フーチバチーちゃんのその網敷いたよ、カムルビケアイビラン、この入浴剤としてもやって、うん、そうそうそう、皮膚にもいい、ブツブツとかにも、うん、ゴーヤーの葉っぱも上等やろ、うん、ゴーヤーの葉っぱもゴーヤーもいいみたいですね、はい、うん、はい、こういう身近なものから、うん、本当にこう食、そしてお風呂入る時のこの肌を、うん、そして赤ちゃんにもこう、うん、肌を大切にされたりですね、赤ちゃんの時からずっと私はもうね、うん、はい、4、5歳までこのあれで、はい、フーチバ湯、うん、いつもフーチバ飲ませたりね、はい、つついてその汁を飲ませたり、うん、また浴びせたり、うん、もうフーチバはとても貴重でしたね、ありがたかったですね、うん、いいですね、うん、昔ながらのこういう流れがですね、うん、今私も小学生の子たちと接する機会が多いんですけれども、はいはい、小学生の子たちが、うん、おばあちゃんから風邪ひいた時に謎の緑の飲み物を飲まされるよってお話があったんですね、フーチバやいびね、とっちゃんばあちゃんもこの昔、うん、このくんちちきやにんということでフーチバとかんじゃなばとかもよくありましたでしょうか、うん、小さい時はよ、うん、んじゃなばんじゃサンリアンカマッパスたちがて名前好きそう、ね、んじゃなばは本当に苦味があって、うん、ハンキチャチの実を病んでる歌がいびくてんじゃなば今でもよ、うん、はい、うん、野菜天ぷら焼く時にも細かく刻んで、うん、一応洗ってかアク抜きして入れたり、うん、香りがあるか、はい、何にでも朝の味噌汁にもよく入れてる、うん、ですね、本当に健康体というのは本当に昔のこの原点ですね、うん、昔のおばあちゃんたちが伝わるこういう食だったり、うん、こういう入浴にも使われたものとかですね、また自然にこう生えるし、うん、手元にこう植えたらもうすぐ取れるから、うん、また新鮮ですよね、はい、今からすぐ取ってすごいおつゆに食べるというのはとってもいいです、うん、美味しいですよ、あ、うん、新鮮な野菜を、はい、フーチバ、うん、
フーチバージューシー作ったりね、はい、またあのインジャの場合はイカ汁のやつ最高だし、うん、もうそういうあの薬草が身近にあるから、はい、とっても助かりますよ。また何でも合うんですね、うん、こう食事の中でも。そうですね、はい、うん、はい、またあの後からあんやたんやうちなのコーナーでもまた引き続きあんやたんやということで昔の話をお話ししていただきたいと思います。はい、それでは最初のコーナーに行きます。島言葉ニュースのコーナーやいびんや。はい、はい、それでは続いてのコーナーや島言葉ニュースのコーナーやいびん、はい、今起こっているニュースを新聞から抜粋し中村よっちゃんばあちゃんがお話したびこと下手されること逃げさびら。はい、よっちゃんばあちゃん、はい、中夜ヌーヌニュースやいびがや中夜よ。70歳のおじいさん歯が全部あんで虫歯って一年みそらんでいるお話やいびん。南城市6月4日や虫歯予防でやいびん人生70一時高来生まれなりって言わっとる呼吸を先月向こう読みそうてる島福さんや毎日食後時間かけて歯磨きちゃびんうしちゃ32本全歯とも健全やびんで虫歯は一本に選んでこと地域を通っていっぺ評判の歯の持ち主やびん。島福さんは小さい時から豆腐が好きやったジーマーミン好きいつも食べていたという。あ、そうやってジーマーミン豆腐昔は豆腐こっちエビとそうってやる、うん、畑の肉にゆばっとおる豆腐マーミンには大豆エビにはね、タンパク質やカルシウムが多く一丁に含まっとんじ歯を丈夫にする要因があるんでいることやエビ薄いよ。なんか豆腐をほくさがみそりよほんそれからジーマーミンをほくさがりにちることやみさ。当時の吉江さん71歳や、ね、旦那や豆腐とおかずさえあれば十分菓子類や口んか一定しにちゃることにねえべら上下の歯ががっちりと噛み合って売りが消化をよくして健康感につながってグランガヤンで無糖瓶と微笑みを浮かべる沖縄女子短期大学の非常勤務講師を務めておる4歳年下の弟さんや故郷を迎えるまで虫歯が一本に狙らんち実に羨ましいんち肩とびん。これは席をもらったっけ席を取ってもらうために歯科医に通う80歳まで歯20本残しましょうの提唱に島福さんや歯や大丈夫や後が80歳まで持っていくから自慢の歯や輝きしながら大笑いさびたって呼吸呼吸と言ったらはい73でね73歳の、うん、はい、うん、はい、70歳でこの全部の歯が健全でるニュースやエビたちがはい耐えたがや、うん、歯が全部健全の違うとって耐えたがやる、はい、同人クラブの中や民生とさ知り合いの方にウイビーがやそうですね、うん、はい、生エビたちがの幼い頃から豆腐が好きだったということでですねジーマーミーもジーマーミーは昔こっちやエビたがやジーマーミーはもとばおほくわたさ、うん、はい、うん、ここに弓なってんじからよ、うん、ジーマーミーちくいたのあれよ中畑地区に寝て結構小遣いないるばってジーマーミー、はい、結構商売の時に売る時に、うん、結構小遣いになったわけですかそれによ、うん、ジー運動会見えないねジーマーミーあんだしぶって、はい、高級の油食べてたんだね結局はそれでテンパル、はい、ジーマーミー油絞れるわけ、はい、うるさんしぶてるあんださテンプラやつ、はいはい、初めてのカスよしぶてるカスや、はい、クルザータグワトマンでちゃうけ、はい、また工事立ててミスのなんか塗っていった、はい、いろんなのが近い、うん、そうですか美味しいね、はい、カバさんにゃ、うん、いいカバさんかまがしや、うん、はい、美味しいですよいろんなこのこのジーマーミーアンダでいろんな食になってたわけなんですね、うん、最高 の、 あの油で天ぷらやちょっとどうなるとってしくいくと、そう大してありがたいリグマンたちが、うん、とにかく 自給自足、うんうん、
私はですね、はい、あのやっぱり二十歳、ま、バスガイドの頃に初めてジーマーミというのを食べて、そのジーマーミというのはマーミみたいに上になると思ったわけ、うんうん、若いぐらいだったの、はい、だからジーマーミしちゃんかるんだけど、うん、すぐ取るジーマーミでいっせって言われてね、あ、なるほど、土地のジーって書いてジーマーミですね、土の中だよ、土の中、あるよ、一回ウイルス見せや、はい、必ずちいちゃち抜くいる場合はや、うん、ウイルス、はいはい、そこ七空するデータが下がってほしがって、うん、次の年よ、ジーマーウイランティーよ、なんかこれミーサーにてねえか、あ、はい、肥料さえかいりね、はい、二酸化ねえや、うん、はい、うん、打ち取るジーマミが自然に生えて、うん、実になるわけさ、あ、面白いんですよねジーマミにあのね、なんか花が咲いて下の方に花綺麗よ、ひじばほうじひげみたいに、なんか下にこっちにいっぱいジーマミない境で、それで下にな実がなるんですってよ、はい、あ、見たことないけども、はい、だから掘る時もね、一日畑に座ってるよ、うん、腰かがみとってなら、しぐしらきついちょうてやしぐちゃきちくし、あの俺シナの民から雅ね、でシナジエよ、言うできるばって、あ、はい、シナとんちゃまんちゃんところへ行って言うできる、はい、うん、生お話アイビーたちが落ちた実がこのまたジーマーミーがどんどん続いていって、続いていって来年もまた、あれ一回年に一回しか取られなくて、うん、収穫できないから時期内でまた何くるみって花咲ちジーマーミーが、でも家島が盛ん、はい、そしてあのお話ムドイビー氏がこの70歳でですね、この島袋さんの歯が虫歯がないということで、ね、はい、毎日あの歯を磨いてますよということでお話アイビーたち、昔あの歯磨きやチャイアイビーたかや歯磨き兵さんに磨っちゃう人たちがいるじゃん、鎌の兵さんに、鎌の兵はい、はい、で、あ、釜の灰を集めて、うん、これで後からね歯磨きが出てきたよ、うん、歯磨き粉の歯磨きが出てきたね、はい、最初は、はい、最初は粉の歯磨きが出て、うん、俺から徐々にし、はい、ないようにジャングルなことってねえらんよ、うん、うん、さんに磨きちょうたかやや、火もあつか目さらんくと、うん、灰は貴重だったよ、あ、はい、うん、かまどの、かまどの灰とかもまた使われたんですか、このだからかまどの灰でよ、かまどの灰を使って、かまどの灰で、うん、はい、磨くわけ、はい、食器もあれで磨きよったよ、うん、石鹸代わりに、かまどの灰さ、石鹸代わりに、うん、その灰というのはまたあのそば、そばにも使うんですってね、そばに灰をね、水につけてですか、うん、その水、あれよ、あのそばちくいる灰やよ、かし抜き、あ、カシの木、カシの木、壊さる木じゃん、はい、俺名産にて、うん、俺ハイトットってよ、うん、雨の日に天水って、カービンカイをハイイトって、雨水食べとって、はい、俺がジェから壊さね、うるさね、ジェイジェが、だから生のそばのマークねんじゃん、ただの軟水の水さにこねること多いし、はい、石川の方では今でもこの、うん、はい、を使ってお蕎麦作ったり作ってるみたいです。あく、ね、水よ、はい、イリーサや、うん、メリケンこそ黄色ないって言っちゅうの、黄色天橋色ない、うん、また美味しいコシがあって、ね、全然違い、うん、灰を使ってまた蕎麦を作られるとかですね、うん、すごいですね、うん、で今の材木っていうのは、ね、防腐剤が塗らっておいて、はいはい、できないわけ、あ、山からよ、できるだけ硬い木、カシの木一番上等、うん、はい、うん、はい、俺じゃあ空さんに無乱視しよう、そばどこに落ちるかもしれない、そばやんねんって言って手の中を通って、はい、なよりやを通ってるそば落ちるかも、そばやなくても本当に自分たち自宅でそばを作られて、うん、麺から作って、終戦当時よ、無くじそばにしが平等たんよ、無くじそば、うん、はい、産むが一応いびとかや、芋くず芋くず取ったの、うん、さあに、あの薄く、うん、あえてよ、うん、うん、俺ひれあちのこと薄ってんわやちゃんって、俺ちっちよそばのことしちっち、下地しくて芋くじそば、ほんにね、ぬんねんくとまさたんの、ほんとね、終戦当時はね、あれよ、そばはだしよ、はい、いや、
先日そばの出し合いをわったいながのやぬうちくいたしがて、うん、家族会、はい、あっわぬちぶるよ豚の頭、うん、はい正月に豚殺せや、はい、あのちぶるよなちぶるを2日かかって手術で、うん、これで出しよあおわぬちぶりっぺ出しもちえんでよ、はい、出しがすごく出てたんですか、うん、豚の頭はいまちゃまちゃのお話もデイビーシがのむくじのお話ですね。くねだの山川さんいらっしゃった時もうむくじぽーぽーのお話とかですね、うん、むくじぶっとるむくじぶっとる清新氏やチャーヤイビタがうむくじの大活躍を覚えてます、はい、戦前はね、はい、終わった田舎の親 やあのお着の面生ねようたい、うん、お客がいらっしゃったあの、うん、お着マルケットな面生のお着んかいあのうむくじぽーぽー、うん、うむくじさんなかいこうポーポー作ってそれをよくあのお茶を出してましたね。あ、うん、とっても美味しいですよ。名前って、うん、わたぶやにやんかいちねえよ、うん、ね、わこりすけんって思ったこと、はい、わたぶやにやん夢よ、うん、すぐむくじぶっとる、うん、むくじぶっとるやつむくじさりやすぐちゃかちゃし、うん、ねぎごはんむくりやに、ね、美味しい美味しい味付けやしゃやいびたがや、うん、味付け美味しい、うん、上手やん、はい、カツオ節がケーキ。カツオ節、カツオ節。ニラは、もう一度ふちくって上手に渡るそうやね。で、現場に行くとよ、はい、もう一度ふ作っても上手。うん、もう一度ふって海藻で作るわけ。はい、あ今頃じゃないですか、もういの。いやあれよ、一応乾燥しみらね、椅子かだしね。ふささるわよ。はいはいあそこと乾燥し染みてから近いじゃん、うん、名古屋よ一番か一人舐めてうとうしもう一度うとうしがよ、うんはい、あそこまあこねえじゃん出しぬが足らんだよちくいがたぬが足らんだよ、うん、昔んちのちくいしてまさたんよ、うん、あ昔の人たちが作るもう移動の方が、うん、しやっぱアンダイチョビークのティーアンダーティーアンダーって言葉またいいですね。直訳すると手の油ですけれどもヌヤイビーがやんにち上手だったわけですよね。カシムルティーアンダーさんにいる中心やヌヤイビーやはいニフェーデビルはい今あのよっちゃんばっちゃんのメッセージいただいておりますツイキャスの方からですね、うんマローさんから何語でしょうかということで生地かといびくと言葉や、うちの家ごろにちょけ沖縄の言葉ですねはい、うちの家英語うちのあの言葉でやいびしが、はいまあ、当たり前だと思うんですけど昔はあの生まれ育ちの言葉やはい他は千代新氏やのカッチンの言葉でやいびいたが野菜、うん、あの私は、はい、カッチンの平原というところカツレンの早原、うん、わったえよ、うん、あのタサバルヤードやんば、うん、本部落の平原町あらんわったタサバルヤード、うん、あんすると言葉に全然違うんですよ。タサバルから移られた方々のヤードに寝て吹くからよ。大体武士の流れ、そうそう武士の人たちが来て部落作ってほしい、宿いという田舎売りした人たちが、サムレイが、廃盤のサムレイって言ってないし、そうすると、わった宿いだから、言葉が違うん、全然言葉違います。いや昔は本当に隣近所でも、本当に島んでいやびいたがや、隣の島、うん、方々でも、うん、島ぬちゅたや、はい、ということで。シマンチョアランシエとかって言うんだけど、うん、名前って言う、名前って言う、気になるの、はい、あれシマンチョアランシエ、そのみチョアランとかって言うよはい、ニフェーデービル、うん、はい、琉球新報より70歳全部の歯を健全に毎日時間かけ歯を磨きんでる島袋さんのお話ヤイビータン、一平ニフェーデービル、はい、それでは続いてはあのあんやたんやうちのあのコーナーに行く前にですね、うん、はい、ベチビラさんの曲がアイビーこと他町陽心氏の曲をご紹介したいと思います、はい、楽しみアイビーさんはい、曲名や、はい、うちなぐちで詐欺知事やんでいいアビーがや、あ、詐欺知事や、詐欺知事や、はい、いい歌だよ、はい、それでは皆さんお聴きください。他町陽子さんの詐欺知事やです、どうぞ。
るよ。はい、ニフェーレビル、素晴らしい曲ですね。はい、岡間千代先生のサギチジュヤンデル曲、ヤイビータン、こういったのが本当のうちのあのよ、民謡
சரிக்கு சிறுமிய சிறிதின் பங்கங்க மண்டிக்கேன் நான் தோல் முடிச்சுமே நன்க மண்டிக்கேன்今の方またオリジナルの曲もありますからね。今あの他間千穂先生の曲をお聞きになった方ですね、あのツイキャスの方からメッセージをいただいております。あ、そうですか。はい、佐藤秀信さんからいい歌だ、癒されるということで、本当に嬉しい、ありがとうございます。デビルどうもいつもいらっしゃって こういうのがあるから嬉しいんですよね。歌歌っても、はい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは続いてのコーナーに行きます。続いてのコーナーやあんやたんやうちなのコーナーやいびん、古き良きうちなの姿を中村よっちゃんばあちゃんと他町よしんしからのお話むんなれがいびことゆたさるぐとうにげえさびら。はい、ちょやあんやたんやうちなということで、あの昔のお話をあのしていただいてるのですが、はい、こちらから眺めが本当に綺麗なようにですね、うちなの昔の昔から綺麗なこの海だったり、そしてあの先ほどあの打ち合わせの時のお話ありました、夜は街灯がなかった時代ですね。そうですね、茶屋いびたが月の明かりあるよ、エムトブトって言って七月ちゃまがなちないねよ、はい、イニンビン石が、はい、イニンビン、イニンビン石がなりいたんよ、うりんじゅんりやね暮らしにうれないねよ、うんうん、だから戸口大橋がせや、はいはい、まあ、食いてんじゃのひじゃいむてがけえたんや、お、はい、まあ、からコロ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 しし9月中のたま、ひねたまが、私海が1年て T1 年てたーてなって飛びけじんかなったりして海の新鮮うとって赤がいるわよや、俺なんかみんでなちぬいわよっていう番組やから森子がんじいっちゃったんや。怖いですよねこれ、遠くで見るからよ。内中とティがイザリビンリアね、俺が当たる風景。うん。私たちは小さい時、俺人の魂がさ、はい、寂しくてか海にこう降りてきて、海で亡くなった人たちの魂とかも一緒にこう海に来て、はいはいはい、現れるっていう力だよ。いや、はいはい、あの日を順に見じらしたんだもん。うん、ほくなったり、たちみちなったり、てぃしなったり、また父もしなったりしよう。うん、彼女暮らしにおるに、はい、赤がいたの。まあ、崖から俺たち、俺たち中心部で産んだりいたんだ。はい、この頃たぶん、ひだまに俺転がってきた。生のお話したの、イニンビーっていうこの魂の、この光が何色、うん、まん丸か、真っ赤。うん、真っ赤。丸く魂だよ。で、あの普通光にして、周囲か光の、あの、あれがにじせや、うん、なんていうの、放射の線が出るさ、にじせ、全然売れんじゃない、ただ真っ赤なごわしよ、はい、不思議ですよね、不思議よ、そうですね、あと内中とっていうのが、イダリビが当たる風神や、うん、さっきと学者んちゃんよ、はい、これ魚の鱗の、あの光だとか、なんとかといってね、うん、あの、サバに出して、その、これが出た時に、はい、調査しに行って行ったんだけど、はい、分からず自前だったって、あ、はあ、魚でもない、はい、何でもない自然現象と、やっぱり人の魂が、うん、亡くなった人の魂が遊ぶのかね、うん、みちらさえびこれはよ、うん、どんなにあのあれよ時代が進んでもさ、昔のあれはよ、うん、解明できないのがいっぱいあると思うよ、うん、あ、人間が亡くなってあったの、その輪が空中に現れるという、あれ昔は埋葬を見たせいや、朝に人間の肉がこう腐っていくのに輪が発生するんで、うん、だからあのそれというそれとまたよ、火玉と違い瓶、うん、あ、そうですか、お火玉と あれよ、横転ごわし、大印や関心筋が、また俺が墓からにして何個人情しがて、はい、ちの裏になって後からよ、あの一日一回びけでよ、ひだまにしんちゃう一日、漫画とかかひかしバクタールさんずう視聴者や、まったくあのぬはう、いぬはうとってよ、はい、まあ、7日に一回な村芝居さめるばって、はい、3日間次に俺がゲームで田舎で後をどいて、はいはいはい、とりんじがんちどしんちゃしってな10名引けじんじがんち昼からんじゃねよ、うん、って言う3年だったことないっていうふうにや、あの日課なねや、はい、ケーラランクでリカバったひなケーラなんやね、ユマングイがなちよ、はい、ちゅんさこと言うちゅうがひだまんちゅうがあったらばって、
ちゅいわかしちゃたんぼなやにおかがなとつかまあ赤がまんりゅうばってまっかそれひだまりゅうにソフトボールのピピケソーとまぐしうずうしちよすうるんきちゃいるばってわったひだまだひだまだしゃひだまとまじゅうあっちょるはえなとるばってはい追いかけていってあっしおいちゅんちゃいゆさんりばちんかむうげんじゃいすうたらあんまたんすばあけかたみてなしゅくひだまどおいひだまどおいしなすうむるはえなていちるばってでひだまとまじゅうはえなとりいちんばるぐるふーっと消えてる一回だけ本当にひだま見るのよ、はい、珍しいですね珍しい今生のお話アイビタシがオールビーガヤなんかにちょるわって、うん、青い光ですか、うん、はい青白い光が墓のそばが出るよ、はい、あれ人間がね腐っていくときにリンが発生するんだって、うん、それでそれこういう感じはいあ人の魂ちょぬくくるアイビーガヤあそこと、はい、あの火玉や、うん、後に先にちぬくとに一回、うんうんまた地域によっても本当にこの移民ビーがよく伝わるお話があったりですね、うんうん、いろいろ説が あると思うんですけれどもアメリカ言われたこと無理にならない あまり電気がコラコラないように見らんなと思う見らんがいい周りが明るくない星がないよあんにちゃこと無理いる日でコラコラ電気調整ややっぱり真っ暗信じる あると思う、うん、見る電気のコラコラでは、はい昔と比べて茶蛇が昔はもう星はウフオク流れ星抜く私がね、うん、いや最近まで茶炭でも見られたの流れ星とかも、はい、全然生星が見えない周りがもう明るすぎてそうだはずよ見えなくなってきてるわけなんですね昔ホウキ星でしか流れいたし、はい、水星、はい、標準語での、うん、あれ流れ星が流れいねえよ、うん、ねえよあの国の役にやるよ。戦が送りにペウトルサスタイン落ちなくたって、はい、意味嫌ったわけなんですか、うんうん、あれ何か年に一回は流れるという何十か年に一回ようやく見られないってよその時ベトナム戦争が始まったさ、うん、12年に一回だったかなあの星が流れた時ベトナム戦争が起こりたよ、うん、いや、ほうき節が似ていくと戦が始まりさ、うん、あはい武士とね、ジュゴン、あ、ジュゴンね、人、あれ人形、うん、あれがいつちに、ね、国の役にあるよ、うん、戦争、大きな戦争前によ、はい、ただ何人か一路目にて、うん、一回寄ってきてたけど、見たことなかった、噂で聞いたけど、うん、何人行ってからよ、うん、兵隊のジュゴンってちゃうよ、うん、海底送信ちゃうよ、ちょうど10人ばっかりし、はい、ウルチうんはい、ウハナシカオエビシが、今星の話ですね、うん、ほうき節の話も出てきましたけど、うん、月ですね、はい、他ましんしは月の明かりはチャイアエビシが昔はこの街灯がない時にですねはあ、もう、うん、あの戦前はいっちゃ真っ暗しんでやると、うん、月夜の晩になるともう楽しみですねあだから子供たちはね、はい、もうまたあのカツレン城市の方の山から琉球松がいっぱい入ってる、うん、その上から大きなあの月が上がってくるんですよ、はい、だからそういう時の月の綺麗の、あの琉球松にこうかかって上がってくる、うんね、あの月大きい、はい、とっても綺麗だったの、はい、今でも脳裏にありますよ、うん、もう見える、はい、ずっと頭に残ってます、うん、あれだから子供たちはねあのすぐ土に言うね俯瞰感じてよ、うん、あの足分ばよ影踏みさえ月のいろんな遊び月の影で影踏みをするぐらいのしたり、はい、そしてまたあの生えすぐ明るいから月の夕になりばちむんわさみちいて歌もあるさ、はい、月夜になったく、ね、心もウキウキするって本当そんなでしたよ楽しかったですよ月夜の晩は、はいうんうん、そうね毎日真っ暗しの中を通っている、うん、ありそうですやランプでもランプに薄明かりがしかないし、はい、あのランプ貴重なので、うんうん、ランプ側の明かりそして多聞明治その明かりやうて多聞が明さなかい多聞、うん、の明かりで歌勉強したんだ、うん、あ そ, うです、ね、そんな
薪を燃やした、燃やしてその明かりで朝、してみてきて、無にしや、汁をかけて、で、お腹がいさんによ、宿題かけたんです。そんな感じですね。はい。夜は早く寝ること。はい。本当ね。早く寝る理由はまたこの貴重なので、もう早寝早起きで。もう私はもう早寝起きよ。一番どいの歌ったし、二番どいの歌ったしって。いや。はい、懐かしいですね。あの自分の月夜とか、はい、あの一番の歌ったりね。終わったよ。高窓、東の向かいか。雨からすぐあの桜の木の上からや、曲げたあのあれがお月様上がってくるよ。はい、はい、でも本当に今じゃなかなか想像できないのが月の明かりで、もうこの影遊びをされたお話とかですね、今この街灯の影はよく見るんですけれども、花一門目したりねこう揃ってね5名でこうね、はい、花一門目の遊びしたりね、とっても懐かしいですね、昔、この月が満月の日とかすごく楽しみだったんじゃないですか、はいはい、旧暦のこの月を数えながら、はい、はい、懐かしいですね。はい。おいも若けも。うん。とすんちゃん縁がわんかんじやにて。はい。うん。昔にあえて縁がわかしや。はい。縁がわがこと。はい。縁がわかんじやによんな。うん。父なが見す。若者ちゃまたもう足びす。縁がわに出て月を眺めたり、うん。そして今もう足びのお話、あのアイビーたちが。ナーティーチの曲がアイビンドーサイ他町陽心氏の曲をですね、もう一曲またご紹介したいと思います。はい、ナークニーインディの曲やアイビン、そうですか、はい、よろしくお願いします。はい、そしてナークニーと、そして中島節の曲を続けてご紹介したいと思います。はい、一度コマーシャル挟んだ後に、はい、曲をお届けいたします。はい、この番組は au ショップネーブルカデナ店、茶谷山店、株式会社メガネトゥーワン早原店、医療法人市政会デイサービスセンター諸見の里かかず委員、笑いの絶えない人生をあなたにヘントナ歯科医院、美ら海の未来とともに株式会社池原エンジニア、桑江皮膚科医院、有料老人ホーム宅老所なごみの家、有限会社丸内重機、サロンドモア美容室、崎原土建株式会社、学童教室太陽の子の提供、 FM ギノワン茶谷町文化協会島クトゥバブ青年部、沖縄ハンズオン NPO の協力し、お届け総意便。はい、それでは他間千代紳士、他間千代子さんの曲ですね、ナークニーと中島節をお届けいたします。どうぞ。地味そり
よしんしんのなあくにと中島節をお届けいたしました。はい、ありがとうございます。ちびらさる歌声やびやありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは引き続きあんやたんやうちなのコーナーやいびん。はい、でも昔のもうあしびのお話からですね、今の曲の、ご紹介いたしましたが、昔はもうあしびちゃやいびいたがや、これなあくにいんでる歌ももうわしびの時に歌われたりとかもよく歌われた歌と思いますよ、おぜちん時代からさ、昭和の時代からもうわしびない、ないよ、はい、私ももうわしびはちょっともうわしびはなかったですか。やった、もうないまた全然、もうね、あれよ、その頃からはいや、そうですね、帽子工場が一流中村んて、はい、今ナークニっていうか曲をですね紹介を出しましたが、ナークニでよく地域 の、 名称とナークニでよく曲をお聞きしますが、はい、どのような意味がありますでしょうか。ナークニは、ナークニはまあいろいろ歌詞はもう、自由に自由にそれぞれで歌ってもいいし、はい、自由な曲ですね。これナークニは歌い方も違うナークニもあるし、いろいろあるんですよね。いや、ムトブナークニがまずね代表曲ですよね、はい、山津育さんが歌っているムトブナークニも本当素晴らしい、ムトブナークニがあるし、那智人ナークニもありますね、ヤンバルのね上原聖輝さんが歌っております、那智人ナークニ、それからぐしちゃ歌って、中上ぐしちゃあたりではぐしちゃナークニ、それがありますね。千奈定半先生が作ってみせろという歌になってますけどね、はい、それとかまた卵少なくにとかね、いろいろあるんで、いろんな地域のな国なんですね、いろいろあります、まだあるとは思うんですけどね、はい、だから即興で歌うような歌詞、自由に歌える曲なんですよこれは、はい、またふるさとの恋しさということで思いが込められていたりですね、
うん、今ではよく生のうちと、あと昔のうちの違いっていうのはふるさとに対する思いだったりですね、はい、はい、思い出チャイアイフリーカふるさと思い、うん、歌を通してよ、うん、男女の語らい、うん、そう、それもある、まあ、歌っての、うん、そしゃかびきしもくちくちて、はい、男女が歌ちくやにもう自由に、はい、そう歌って本当遊び、それが遊び心ね、うん、で歌うとか、はい、うん、遊び心とまたこのふるさとの感謝の思いだったり、そういった思いから新たな曲が生まれてきたわけなんですね、うん、はい、うん、必ずしもね、あれだけど、もう自由ですよ、この歌詞は。恋歌に歌ってもいいし、うん、ふるさとを思いながら歌うとか、はい、楽しい時に歌うとかね、いろいろこれも自由に歌える歌になってます、うん、これもう昔からの歌ですから。いや、昔からの歌はさ、はい、なんとなく、うん、情があって、うん、深みがあって、うん、素晴らしい。昔の人本当に素晴らしいですね、歌詞作っても、うん、曲作ってもさ、はい、これが昔の人たちのまず娯楽になってると思います、うん、ね、うん、これしかなかった、もう足火しか娯楽がなかった時代じゃないですかね、はい、すぐと即興で歌を歌うとかね、うん、自分なりにいい歌詞をこう即興で歌ってしまうような歌、うん、なくに自由に歌える歌ですね、はい、そういうのはユカチュやサムレとかや、うんうん、古典、そうそう、古典、うん、楽しむんだけど、いや、はい、また町方のチュンチャ、田舎のチュンチャや象歌、うん、楽しんで、うん、本当に今生島言葉弁調そいびしが島言葉も、うん、こういった歌もですね、本当に心であり、本当に先輩方の魂だなっていうのをですね、すごく感じますね。歌からもこと、うん、島言葉はならりんの、うん、そうですね、うん、だから島言葉ならりんね、まず民謡を覚えなさいってことしいんですよ、はい、民謡はもう島言葉です、島言葉さんに教訓がいろいろ込められていて、いろいろ歌われ、うん、やっぱりまたその民謡にはその時代時代が浮かび上がりますのよね、うんうん、その時代時代、昔の例えば帽子駒とか、はい、剣道節とかね、餅ちちゃごとか、うん、昔はもうその生活の中から生まれてる歌が多いですからね。餅ちちゃんにしわからんはじろくわかりません若いビランドですね本当に本当にわかりません、はい、今はほらパイル打つさ、はい、お家作るときにファイル立ってパイル打つさ、ね、テープで、はい、鉄のあれを土に埋め込むさ、はい、中に、はい、とあんな感じでね、棒でさ、昔は丸田ん棒、はい、それを綱引っ張っていってね、ムチチチャって言ってね、はい、やりよったのよ、ムチチチャ、うん、はい、それからね柱を作って、お家の屋根の餅を、はい、瓦のさ、はい、あれのつなぎをつく藁とね、それせっかいかね、何かね、で混ぜて、あれ混ぜてさ、あれ結構つつくわけよ、はい、そういったのをさ、いわゆる今でいうアルバイトみたいな感じで主婦なんかもやるわけよ。あ、仕事にもなったわけです。それで貧しいから、はい、だから今はあねるむちちちゃごあいしが、うん、いくゆくはぬちじやの主にはいつかお金を儲かって、うん、大きなカレー屋を作るっていう歌があるよ、むちちちちゃごあいしカレー屋の主になるっていうね、はい、もう希望望みを託して歌った、はい、そういう生活にちなんだ貧しい人たちは貧しい人なりにこうやって作るわけ、うん、剣道道地区っていうもそうさね、そうですね、道国道なんか作るでしょ、道節ね、今機械ですバババやってるさ、うん、昔はみんな手作業手作業 で、うん、でみんな一生懸命働いてるけど、はい、監督する人は、はい、うん、またおしゃれしてきてからにってこれ揶揄してるわけさ、また今度はやっちいし、うん、なじる、そういったのをみんな歌にされていて、あ、うん、だから生活の中から、そう、生活そのものが歌になっておくとよ、うん、そこが面白いんだよね民謡というのは、これがそういう時代も伺われるわけね、うん、はい、そういった歌です、はい、これが本当に本当にうちの昔の姿っていうのが想像できますね
ちびらさいびね。かわいそう。はい、大事な何時くんじはした時代ではあるけれども、はい、やっぱり歌でもってこの癒されたんでしょうね、昔の人は。うん。うん、またおふやを通って、夜帽子くまたがちまいたらばって、おふやの昼さ、うんうん、ていくと。はい、自分でまたよっちゃんばちゃんグブリーアイビッシュがエンディングなと意味、それではまた来週お会いしましょう。さようなら。来週お会いしましょう。グブリーサビラ。